平成元年台風第17号は、1989年8月に日本に上陸した台風である。震度図1989年8月25日に沖縄の近海で発生した台風17号は、北東進市27日9時頃に高知県室戸市付近に上陸して四国東岸を通過した。17号はその後も北東に進み続け、 同日15時頃に大阪府大阪市付近に再上陸し、近畿、北陸地方西部を経て日本海へ進んだ後、28日5時頃には秋田県、青森県境付近に、同日8時頃には北海道函館市付近に、14時頃には北海道苫小牧市付近に、それぞれ再上陸した。その後は北海道中央部を経て28日21時に、 オホーツク海で温帯低気圧に変わった。台風が通過した地域を中心に強い風が吹き、高知県室戸岬では27日に最大風速秒速33.5メートルを観測。同日、高知県先浜では7.13メートルのいう義波高を記録した。さらに、期間降水量は、 奈良県上北山村の肘だけで505ミ、mm、リメートル、高知県久保川町で464ミ、mm、リメートルに達するなど、沖縄から北海道にかけての太平洋側を中心に広範囲で大雨となった。この台風により、6人の死者、行方不明者が出たほか、9人が負傷し、重火全壊2棟、床上浸水627棟、 床下浸水4928棟の被害が確認されている。ありがとうございます。